江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、ケイコの小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナーやっていきたいと思います。まず最初なんですけども、こちら韓国人観客を魅了する日本アニメ監督、韓国を見習わないとということで、日本人のアニメの監督が韓国を見習わないとと言っているということなんですね。で、これ誰なのというところに、押山清隆監督というね人がいるらしいんですよ。まあ私は全然ちょっと知らなかったんですけども、エヴァとかのスタッフだった人、昔は。で、今は原画を描いてたり原画監督をやったりぐらいの人らしいです。だから大体そこら辺ぐらいです。だから総監督とかではないですね。はい、そんな感じの位置づけの人がですね、韓国見習わないとって言ってるんですよ。じゃあ結局何言ってんだと。韓国はアニメなど動画分野への国家支援が多いと聞いた。日本も韓国を見習わなければならないようだということでね、金くれって言ってるんですよ。いや、どうなんだろうなとは思うんですけどね。はい、じゃあ次行きましょう。こちら、次はですね、韓国のですねユネスコ世界遺産にですね落書きテロということでね。もうこんなの聞いて、こんな感じなんですけど、これもうさ、世界遺産の資格ないだろうって思うんですけど、ユネスコの世界文化遺産であるアントンの花海村が最近、落書きテロで心を痛めていることが分かったと。ソ・ギョンドク教授は SNS アカウントを通じて、持続的な情報提供と直接訪問を通じて、花海村のあちこちに多くの落書きになっていることを確認した。落書きのほとんどは国内観光客のハングルの落書きであり、一部の外国語の落書きもあったと。あれだろ、落書きがいっぱいあるから外国の観光客も、じゃあちょっと思い出にとかって書いちゃうんだろ。こうした落書きは国家イメージを失墜させることができると、懸念を表明した。また、優れた文化遺産を見せるためには、自ら文化財を大切にして保存しなければならないと強調したということでね。で、このニュースに触れたネチズンたちは、あまりに恥ずかしいと、概念がないというふうにね、嘆いているということなんですけどね。韓国さんにこの文化遺産っていうのはちょっと早かったかなという感じですね。はい、じゃあ次いきます。次はですね、ムン・ダヘ。ね、この前飲酒運転してちょっと事故を起こした、ムンちゃんの娘さんですけれども、このムン・ダヘが起こした事故の被害を受けたタクシーの運転手が診断書を提出しない。はい、これね、結局ね、診断書を提出する意思がないと明らかにしたんだって。で、これね、じゃあどういうことになるかと言いますと、弁護士さんはですね、基本的に、危険運転致死傷罪は、傷害の診断書の提出を受けて初めて、立証が可能なものだということで、ということはですね、ムン・ダヘに、危険運転致死傷容疑はかからないってことなんですよ。で、事故が軽微で被害者と加害者との合意になれば、一般的に警察が捜査しないということなんですね。じゃあこちらに対してですね、韓国の反応、どういう反応してるのかと言いますと、タクシー運転手が接触事故を起こして入院しないの初めて見たよという意見とか、かすっただけでも1ヶ月入院するのがタクシー運転手なのにという意見、または入金完了という意見がありましたよということでね。はい、買収されてしまいましたね。ひでえな。はい、じゃあ次行きましょう。次はね、スポーツ。日韓戦があるそうですよ、皆さん。日韓戦。大韓サッカー協会は日本遠征親善試合に出る女子代表チームを発表したと。代表チームは来る26日午後2時20分、国立競技場で日本女子代表チームと親善試合を行うと。韓国の日本のなでしこでしょ、なでしこが韓国と、
それ試合なるか。韓国さん弱いよね。北朝鮮はもうガチ強だけど、韓国強くないよね。うん、意味あんのかね。親善してやるのか。はい、まあこんな感じでですね、はい、気をつけてという感じなんですけど、じゃあ次はね、ゴシップ的な感じなんですけど、エンタメですね。ギャラクシーを宣伝していたアイドル、空港で iPhone を披露し議論になっているということで、あー、まあありがちなニュースですな。男性アイドルグループボイネクストドアが、サムスン電子、ギャラクシーから協賛とともに、まあコーヒー社の提供まで受けた後、コーヒー社っていうのはこういうふうにコーヒーを提供する車ですね。で、まあ無料なのかな、わかんないけど、うん、で、コーヒー社まで受けた中、今は iPhone を誇示して議論になっていると。14日関連業界によると、ボイネクストドアは最近、空港で Apple iPhone16 Pro なので自撮りを撮りながら iPhone と AirPod Max などを誇るような姿勢を取ったということで、で問題は、ボイネクストドアがしばらくサムスン電子、ギャラクシーとコラボレーションをしていたという点だ。で、昨年12月15日、サムスンでカンナムで開かれたギャラクシー S23、のローンチングパーティーに参加した。これにサムスン電子が感謝の表示で、夜空の星のように輝くボーイネクストドアの前日をギャラクシーが応援しますというフレーズとともに、ボーイネクストドアにコーヒー車を送ったほどだということで、で、しかし、ボーイネクストドアは1年も経っておらず、空港でアップル製品の広報に乗り出したのだ。これにオンラインコミュニティやなどは、ボネクドに心から少し失望すると、心から少し、はい、文が溢れた。ネチズン A さんは iPhone を使いたかったかもしれないが、ギャラクシーの契約が終わるのに、あ、やっぱ契約あったんだね。まさにこういうのは礼儀ではないようだとし、ギャラクシーがコーヒー車を送ってくれたのを私も飲んだが、本当にちょっと失望したと明らかにした。他のネチズンたちには、あ、考えがないね、とね。契約終了して帰るのは個人の自由だけど、それを自慢するのは愚かな行動だと。サムスンが二度と協賛はしないようにというようなね、まあ意見が ありましたよと。まあ実際こういう事例はいろんなところであるんですけど、皆さんどう思いますか？私は、まあね、iPhone、これ何？ iPhone からお金もらってんのかね？そこら辺の背景もわかんないんですけど。空港で iPhone16 シリーズを誇示する姿ということで、まあ多分あれかね、お金もらってるぽいはぽいよね。でもね、昨年はだからギャラクシーと契約結んだんでしょ。もし iPhone と Apple と契約してんだったら、すんげえ手のひら返しだなと思って、少しは時間を置けようとかって思うし、まあそれが Apple の戦略なのかもしれないし、 Apple のなんていうのかな、手のひらの中で踊ってるのがこのまあアイドルグループであって、ただサムソンファンからしたらグギギだよね。このアイドルグループのファンからしたら別にどうでもいい話なんですよ。別にサムスンだろうが iPhone だろうが関係ないもんね。どうでもいい話だもんね。じゃあ何、自分が推してるアイドルがギャラクシーから iPhone 乗り換えたから、あ、じゃあ私も今までギャラクシー使ってたけど iPhone にしようって思うぐらいじゃん。あ、みんな iPhone に変えたんだ、じゃあ iPhone にしようとかって思うかもしれないけど、別に文句は出ないよ。はい、ということでね、まあ、ちょっとなんか手のひら返しが盛大すぎてドン引きしますね。はい、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。